皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はですね、こちらの缶のハイボール銀ハイ金ハイのレビュー動画となります。これはですね、米焼酎の銀白とあと金白のハイボールということになりますね。この白竹の系統です。ではレビュー行ってみたいと思います。まずですね、これもやっぱり銀ハイの方がなんとなく爽やか系なのかなと思って銀ハイから開けてみます。まず開栓時なんですけど、すがすがしく少しコーラを思わせるような香りです。口に含むと軽い甘みに軽い苦み、若干の渋み、レモンっぽい風味や酸味などもあります。これはですね、かなり味を整えてあるので自然な感じはあまりしないんですけど、この手のですね、缶の焼酎ハイボールっていつもですね、なんとなく感じるのが、なんかはっきりしない感っていうのがどうしてもすることが多いんですけど、でそれで今までレビューしてきた中でも、これを飲む客層じゃないからよくわからないっていうようなコメントをそういう時するんですけど、これはですね、そういったはっきりしないという感じがなくて、まるで甘さ控えめなレモンサワーの一種のような感じがします。グラスに氷を入れてですね、ロックにしますと雑味が減りまして、爽やかな自然なレモンサワー感が強まります。では次に金ハイの方を行ってみます。まず開栓時は少し樽香があります。口に含むと樽の風味が強いです。甘みは穏やかで、全体的にまろやかさというかゆったりとした旨味があります。風味と苦味のマッチが少しカラメルを思わせます。後味に少しクリームチーズのようなコクも感じます。この風味がするっていうのはウイスキーハイボールに近いと思いますね。こちらはですね、レモンなしで金城白をハイボールにしたような自然さはあります。ロックにすると樽香と酸味のバランス、甘み、旨味、コクのバランスが良くなります。キレがいいわけではないんですけど、余韻はそんなに強くはないですね。全体的な印象は、まずそうですね、まあ銀ハイはまず味が整えてあって、金ハイは自然なので、この2本の違いは結構大きいですね。米焼酎としてはどうなのかっていうところは正直僕もわからないですね。米焼酎の存在感というのは両方ともあまり感じなくて、というのはおそらく減圧系ですよね。なので例えばですね、これがぶっちゃけた話、イーチコでこのような味付けしたらどうなるかっていうのと、その差がわかりにくいと言いますか、多分同じような結果になってしまうような気がするんですけど、ただそれでもこうやって商品として見た時に、やっぱりそうですね、はっきりしない感がないので、僕は結構好きで、まあ、特にですね、銀ハイの方ですね、甘くない爽やかなレモンサワーとしては美味しいと思いますね。結構手軽な商品ですので、もしよかったら皆さん試してみてください。入手の方なんですけど、これは量販店で買いましたけど、これもコンビニなどでも売ってるんですかね。ちょっとその辺の事情はよくわからないんですけど、いろんなとこで売ってるような気はします。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。